僕はまだウクレレ始めて1ヶ月ギターもしたことないんです大丈夫99% 間違えますんで言い訳はこの辺にしてドラゴン間違えますサボテンの花からいきますイエーイYou
変わった。バイパス音だとバタテンバーンと言います。
ですね、まあ、バイパソンダっていうのはですね、戸端店にはいつも間違えるな、戸端区にあります、バイク屋なんですけど、そこに集う仲間たちです。で、まあ、中野さんのドラムを始めたっていうのがきっかけで、今川さんの強引な誘いによることで、ここでライブが実現しましたので、まあ、始めてまだ7ヶ月ですね。なんで、温かい目で見てください。よろしくお願いします。あ、交代で。はい。もう始める。MC がありました。じゃあ、ですね、バイパソンダ戸端店はバイク屋なんでですね、一応、まあ、バイクつながり的な曲がメインでやろうと思いますので、最初の曲はですね、汚れた英雄という映画のですね、草刈正雄さんが、これはいらないよ、正雄さんの、主演でやってた映画ですの、主題歌でライディングハイズ。いいですか？では、行きます。待って、キーボードが出ません。ありがとうございます。
三番目だけ。ええ、違うよ。正当派、正当派、はい。コミックまで行ってないから大丈夫。まだ行ってない。いやいや、どんどん喋って。油断するとすぐ間違えますので気をつけてください。次はですね、またマイクの映画でですね。放題はワイルドで行こうっていう曲で、モントリーワイルドっていう曲ですね。はい。まあ、説明は特にないんで、はい、いいですか？どうぞ。はい、よっ。誰か。ここで。誰か。
マイケル・ジェイ・フォックスのあのバック・トゥ・ザ・フューチャーとかですね、あに使われています。いいですか、はい、じゃあまた行きますんでよろしくお願いします。また行きます。デンジャーゾーンという曲ですね。あ、あ次はデンジャーゾーンで。三回目の。違う。はい、あのありますね。デンジャーゾーンは、はい、それトップガンで使われた曲です。です。でもバイクは本題じゃないんでしょ。あ、はい。でまあバイクは出てくるんですけど、あの川崎の忍者 GPZ みたいなんですね、出てきますけども、バイパゾーンドアですね。川崎社も取り扱っておりますんで、よろしくお願いします。世界のバイク、世界のバイク、世界のバイクを扱ってますんでよろしくお願いします。じゃあいいですか、はい。
We'll be right back.
はい、もうアンコールがなくて次は先輩紹介兼ねた最後の曲になります。アンコールを兼ねた最後の曲、ということでもうネタがないので最後の曲になります。もう何もしないでください。じゃあメンバー紹介ですね。ベースの、ナンバス彼です。今川さん。Thank you.